オリオールズ監督、今日の藤は利き腕方向への投球が多かった。オリオールズ、藤浪晋太郎投手が2試合連続で失点し、ハイド監督が懸念を示した。1日のダイヤモンドバックス戦から7試合連続無失点をマークした藤浪は、首脳陣からの信頼を増していた。だが18日のアストロズ戦で3安打3失点と崩れ、この日も1失点と2登板連続で失点。マイヤー記者によるとハイド監督は、負荷が高い場面で藤浪を登板させることに不安が出ているかと問われ、そうだね。彼に関しては、ストライクが投げられるかどうか。今日は、利き腕方向へのコントロールミスが多かった。ストライクゾーンに入れば、球はいいと話したという。俺たちの藤が戻ってきたな。もう疲れとるからな、リリーフは終盤、こうなるのはよくあること。これで、12ホールドポイント2セーブ、1年目で途中から、リリーフ転向にしては上出来だな。藤波中継ぎでも、毎回20球くらい投げてるからな。環境も変わって、球団まで移籍して、さすがに激動すぎて疲れてるだろ。オリオールズ監督は1点差で、藤浪を登板させるとは、ギャンブラーだなー。無安打1失点で記者り、ピシャって擬音が世界一に合う男。やっぱり藤浪はそうでなくっちゃ、スライダー系増えてたから、悪癖出そうな雰囲気はあった。また急に荒れ出したな。テレビで藤浪を再生させたという名ピッチングコーチが偉そうに喋ってたような。この監督も藤浪のいじり方を分かってきたな。ストライクが投げられるかどうか何気にひでえコメント。